どうも、めちゃです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、ちょっとね、楽しみな話っていうよりか、こんな面白い情報があんのかっていう話をね、ちょっとね、していこうかなということで、兵庫県のね、もともとね、旧村の高校かな、で、今はね、名前が変わってね、済生高科っていうね、高校があるんですけど、ここのね、ほんまに無名ですよね。のチームが、めちゃくちゃ強くなってるっていうね、話と、ちょっとこの兵庫県の、覇権争いね、東大姫路がね、言うたら牛耳るとか、今年はね、東大姫路がね、もう、どんどん行くっていうね、話をしたんですけど、これちょっと、兵庫県のほんまに台風の目というか、ダークホース的存在のチームをね、ちょっとね、紹介しようかなということで、これがね、済生高科っていうね、読み方間違ってたらね、またね、教えてください。多分ね、済生高科って言って、ね、その高校が急激にね、今ね、急成長、めちゃくちゃ強くなってるんですよ。で、なんでそんなね、急に強くなったのかっていうと、このね、平田監督っていう監督が新しくね、就任したんですよ。ほんでじゃあその平田監督って、ね、誰やねんっていうと、これがね面白いんですけど、元ね横浜高校の監督なんですよ。それこそね、東海大相模とかね、もう慶応もいたね、東光学院もいたね、激戦区ね、神奈川県で監督を、ね、務めとった選手が、このね、済生高科で部長先生やったんですけどね、ここから、ね、監督に、変わったと。で、この監督に変わってからの恐ろしいのが、まずね、入ってくるね、チームで、あとね、指導者っていうのがコーチにね、元ね PL のね、人もおるということで、元横浜監督と元 PL の、コーチみたいなね、そのコーチの方はね、あんまり、ね、詳しくね、わかんないんで、ちょっとね、でも PL 絡みの PL の選手だったのか、PL のコーチだったのかわかんないんですけどね、その辺ね、わかる人は、情報をね、コメントくださいと。で、このね、まず監督が変わったことによって、今のね、実績で言うと、これね、あんまり強くない高校が、いきなりね、秋、去年の秋かな、ベスト8ぐらいまで行っとったんかな、ベスト8、スマ勝負に負けたんですけど、それともね、めちゃくちゃね、接戦の試合で、もうそんなね、レベルじゃないチームが、急激にね、こう強くなってきたと。で、もっとね、言うと、入ってくる選手が、全然変わってきてるんですよ。まあ、その入ってくる選手が上手いとかそういうのじゃなくて、入ってくる選手の出身チームとかが、ほんまにね、ボーイズリーグ、僕出身ですから、やっぱり、このボーイズから来てんのとかね、やっぱその関西圏からすると、このヤングから、ね、京丹後ボーイズとかね、で、これ、兵庫、これ、夢前って読むから、夢咲クラブじゃなかったかな、この夢前ヤング、夢に前って書いてるヤングって、ここもね、名門でね、僕たちでもね、知ってるぐらいの、ほんまに知名度のあるところとか、ね、兵庫選抜のね、子とかね、そういうね、ほんまにね、エリート選手というよりかね、ほんまにある程度ね、野球が上手い選手っていうのが、どんどんね、この済生高科に入ってきてるんですよ。で、そのね、就任してから、ちょっと経っての、もうこの秋でいきなりね、滝川台に、ね、滝にですよ、滝川台にって言ったら、兵庫県ではほんまにもう名門です。正直な話ね。甲子園にもどんどん出ていきますし。ね、報徳、名将、ね、その辺ね、神戸国際、この3つね、抜けてんのをね、抜いたらね、その次にね、名前が上がってくるようなね、滝にとかを、粉砕というかね、8対2でね、この秋にも勝ってますから、ほんで秋勝てるチームっていうのは、間違いなくね、ポテンシャルもあるんで、だからほんまにね、今年のこのチームっていうよりか、これからのね、兵庫県の、今ね、報徳がね、強い言われたりね、神戸国際がね、めちゃくちゃいいとかね、ね、明石商業で東大姫路がね、新しいね、2年生。ね、岡田監督が就任してからどんどんね、強くなってるみたいな、こういろんな話あるんですけど、なんでわざわざこのね、
兵庫県のね、にここまで集まるのかって、なんかほんまに、ね、前までやったら大阪がね、ねレベル野球のレベルがめちゃくちゃ高いって言われとったんですけど、もう今はもうちょっと兵庫の方が高いんじゃないのかなって思わせるぐらいえぐいね、また指導者が入ってきてね、強いチームに、やっぱり、ね、こう変わってきてますよね。でやっぱりね、こういうね監督一人が来ることによって、ほんでね、やっとね監督のね、やろうと思ってる野球ができてきた年っていうのがやっぱ強いんですよね。監督かってやっぱね、結局この監督がやっぱ1年とかやっぱその新ね、すぐね結果を残せないんですけど、この監督が、またこの平田監督がやりたい野球っていうのを全員が理解した時にめちゃくちゃね、強くなるんですよね、この面白いことに。だからね、やっぱりその監督の力っていうのは間違いなくありますし、ほんでね、やっぱその監督一人で入ってくる選手とかね、そういうのも全部変わるんで、だからそう思うとね、やっぱ高校野球のね、前から試合でもね、まあ、試合に入る前からね、やっぱその監督さんの力っていうのはね、プレイボールでね、点数を、ね、競うスポーツですけど、やっぱもうその前からやっぱこの監督さんの強さでね、やっぱこう強くなるんやなと。だからほんまになんかね、めちゃくちゃこの兵庫県で、この再生効果っていうのはめちゃくちゃ僕の中ではね、楽しみな、チームに、なってきました。で言いたいのはこれだからね、まあ、横浜と前言ったら PL っていうことなんで、指導者がね、まあそこまでね、細かいね野球とかではなくてね、しっかりとしたね、技術をね鍛えてくるね野球をねしてくると思いますし、実際見てもそうなんですよ。こう野球がね、ものすごいきめ細かいかって言われたら、まあね、そうじゃなくて、その野球の流れとかをつかむのはうまいんですけど、まあ言い方よく言ったらね、せこい野球ではないんで、だからほんまにね、この兵庫県の、だから逆に言えば、まあ、せこい野球をね、してくるチームにどれだけ対応できるのかっていうのが、この再生効果が、まあ、この兵庫県でね、てっぺんをね、取るね、まあ、秘訣というか、なんていうんですか、だからそのせこい野球に耐えれるのか、耐えれるっていうよりか、どう対応していくのかっていうのが、ね、だからほんまに、ね、兵庫県なんてほんまにね、ね、報徳倒そうが、ね、赤醤油みたいなね、強いチーム倒そうが、神戸国際倒そうがね、社みたいなね、やらしいチームみたいな、別角度のね、なんかこう思って出るね、野球スタイルとね、違うね、チームとかもいますから。だからそういうね、いろんなジャンルのね、いろんなね、形のね、強いチームがね、またね、一個ね、兵庫県にはね、密集し始めてるんで、だからこの再生効果はほんまに楽しみすぎるよな、と。っていうのもありますし、この関西圏の、もしかしたらですけど、やっぱね、地方流出っていうのがだんだんなくなってくるんじゃないのかなって思いますし、なんか思ってきましたね。前までやったらやっぱり、その、ね、それこそ地方にね、治水館とか、やっぱそういう地方とかに、やっぱいろんなね、選手とかね、行っとったんですけど、治水館に、増田東に、鳥取城北に、ね、やっぱこう大阪とかやっぱ兵庫の人って結構そういうね、地方、まあ、それこそ岡山のチームにもいっぱいいますよね。理大とかも兵庫の子多いですし、まあまあ、岡山とまあ兵庫が近いんでね、まあ、そうやってね、兵庫県から、ね、結構ね流出しとったんですけど、もうね兵庫県に、ね、収まる選手がねちょっと増えてくるんじゃないのかなと。でやったら兵庫県だけレベルがね高くなってくるっていうのもね、なんかちょっとこうあるのかなって僕は思いましたね。ほんまにそれこそね、妻将風とかもね、やっぱ名前ありますし、ね、兵庫県、よくも悪くもね、どこがね、甲子園出てくるかね、わかんないんで、だからね、また一個ね、もうね、兵庫県ね、もともと報徳からしたら、もうやめてくれって、ね、感じだと思うんですよ。ね、もうね、神戸国際と明石商業とかね、社だけでも大変なので、そこにね、パワーアップしたね、東大姫路とね、この再生効果がね、上がってきてね、ほんでね、スマショーフもね、強くなってきてるっていうね、このね、兵庫県の現状っていうのがね、もうめちゃくちゃ面白いなと、思いましたし、この皆さんにこの再生効果の情報をね、もっと、教えていただきたいなと。で、皆さんも、この再生効果をね、ちょっと、注目してほしいなと。やっぱ監督一人でね、どこまで変わるのかっていうのが、非常にね、僕は楽しみやなと、思いましたということで、ね、この再生効果間違いなく、はい、今後というか、
頭角を表してくるのかなと思いました。皆さんの意見はぜひコメント欄に。それではお疲れ。